い、それではアフターエフェクツを複数起動する方法を紹介していきます。この方法は AE のショートカットの設定を変えることで複数の AE を起動できるようにする方法です。皆さんは普段 AE をどうやって起動しているでしょうか？多くの人は AE をインストールした時にショートカットをこのようにデスクトップに作っている人が多いと思います。ない人はスタートメニューからAE をデスクトップにドラッグしてショートカットを作ってください。まずこのまま複数立ち上がるかやってみましょう。このショートカットをダブルクリックして AE を立ち上げます。はい、 AE が立ち上がりました。もう一度ダブルクリックします。何も立ち上がりません。このようにデフォルトでは AE は一つしか起動することができません。では設定をしていきましょう。 AE のショートカットを右クリックでプロパティを開きます。リンク先の項目のところの末尾ドットエグゼの後のちょんちょんカッコの後に半角スペース -m と入力します。すべて半角で入力してください。半角スペース -m、 m は半角であれば小文字でも大文字でも OK です。半角スペース -m、 この3つのキーを入力すれば完了です。 OK を押します。早速ショートカットをダブルクリックしてみましょう。すると2つ目の AE が立ち上がりました。これでこのショートカットからはダブルクリックすればその分だけ AE が立ち上がるようになりました。3つ開くこともできます。いかがだったでしょうか？今回紹介した AE を複数起動する方法ですが、あまり使う機会がないという人もやって損はないので設定しておいていいと思います。AE はレンダリング中はプロジェクトの中身を触れないのでできることがなくなります。複数同時に立ち上げることで長時間のレンダリング中にもう一方の AE でプロジェクトを確認したりできるので便利です。しかしなぜ AE はデフォルトでは一つのプロジェクトしか開けないのでしょうか？プレミアもフォトショップもイラストレーターも複数のファイルを開けるのに AE だけ起動できないのはおそらく AE が一つのプロジェクトでパソコンに強い負荷をかけるソフトだからだと思います。特に複数起動することでデメリットはないようですが、単純にその分パソコンへの負荷が増すので、フリーズやエラーの原因にはなり得るので、その辺は注意が必要かもしれません。ちなみにこの複数起動した After Effects 間では、キーフレームやエクスプレッションのコピー&ペーストはできますが、素材やレイヤーのコピーや移動はできません。その点は他のソフトのようにうまくいきません。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。